ようやく着いたね。しかしだいぶ歩かされたよ。入るぞ。さてと、あの女はどこに？やっぱりお前らか。久しぶりだな、カリン。オロチマルが死んだって噂は耳にしていたが、あんたが単独で現れたってことは噂じゃなかったってことか。そういうことだ。で、一体何の用があってここに来た？単刀直入に言う、カリン。はぁ？なんでお前なんかに？うちはここを任されて。オロチマルはもういない。構えてる奴らはどうするんだろう。水月、このアジトに捕らえられている奴らを全員解放しろ。やれやれ、相変わらずの命令口調だね。まあいいけど。これで監視役も必要なくなるわけだ。どうする？行く。決断が早いな。よく考えたら、見張りも飽きちゃったところだし、だからうちもサスケと一緒に。うん、じゃあこれからカリンも一緒だね。じゃあついていくとは一度も。なんだ、結局ついて。おう、行くよ、一緒に。決まりだな。あとは15か。疲れただろう。少し休憩にしないか。水月てめえ、休んでばっかじゃねえか。もうアジトだぞ。その刀か、その刀が重いのか。それ置いてけ、くら。おい、アジトの男だ。まだ息がある。何があった？オロチマルが死んだという情報を聞いて、このままじゃ。気絶したか。にしても北アジトはかなりヤバいとこみたいだね。ああ、あそこは15をはじめとしたオロチマルの実験体。実験ね。一体何？オロチマルは15から生み出された酵素を使って体の能力を向上させる実験をやっていた。15から生み出された酵素。お前も知ってるだろ、樹因だよ。あれ、樹因って確かサスケ
話はそこまでだ。行くぞ。ああ、僕の話は無視かい。サスケ、この先からは注意しろ。嫌なチャクラが…うちらを甘く見る。任務開始。このチャクラの感じ、脱獄した連中の中に十五はいねえな。見分ける手間が省けたな。行くぞ。真正面から乗り込むのかよ。ねえ、こいつら倒しちゃっていいんだよね。急所は外しておけ。命令なら従うけど、正直面倒だよね。てめえはオロチマルのお気に入りだったら敵だ。少し休もうか。水分補給は必要だよ。邪魔する奴は潰す。誰であろうか。カトン高火球の術、忍び流し。望みが叶うなら何だってやってやる。やってやる。ここがてめえらの墓になるんだ。惚れ惚れする。てめえはオロチマルのお気に入りだったら敵だ。カトン高火球の術。ねえ、少し休もうか。門が閉じている。監視塔へ行けばなんとかなるはず。こっちだ。ここがてめえらの墓になるんだ。ここが監視塔か。うちがゲートを開けてくる。足止めは頼んだぞ。ああ、早く行け。なんだよこいつら。倒してもキリがない。文句を言う前に仕事をしろ。へいへい、わかりましたよ。カトン高火球の術。ここの奴らも大したことないね。油断はするな。銃だね。そんなに必要な人材かな。それは俺が判断する。お前は気にしなくて。忍び流す。カトン、サスケについてきてから苦労の連続だよ。サスケ、
こっちはオーケーだ。行くぞ。また移動するの？しまったな。どうした？悪い、サスケ。ゲートは。道案内。うるせえ。ちょっと。問題ない。もう一つの監視塔の場所を教えろ。今から教える。ここだ。てめえはオロチマルのお気に入り。だったら敵だ。少し休もうか。水分補給は必要だよ。惚れ惚れする。カトン、高火球の術。望みが叶うなら何だってやってやる。目障りなんだよ、お前たちは。サスケ、行ってくる。なあ。ねえサスケ、少し休まない？急ぐぞ。聞く耳を持たないってわけだね。いつか君と本気でやってみたいもんだね。十五のここの奴らのように暴れるんじゃないの？その時はその時、俺が奴を説得する。レイトン、手加減なんて僕らしくないんだけどね。惚れ惚れする。着いたぞ。十五はこの施設の奥。このままだと。ここで始末すればついてこられない。やるぞ、水月。封印を使う。バカな連中だぜ。潰されに来やがった。お前らに用はない。あの関係ねえんだよ。俺は暴れたいだけだ。邪魔をするなら消す。カトン、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 カトン。レイトン、レイガナ。アジトは俺らが乗っ取った。私は死ねえぜ。このまま15の居場所まで一気に進む。しかし15か。任務達成。仕留め損ねた。
どうにか切り抜けたようだね。十五はこの先か。大きいチャクラが近づいてくる。これは。十五。なんだお前ら。俺にやられに来た。やっぱり暴走し。争う気はない。お前に話があるだけ。ハハハハハハ。お前の話なんて聞くわけねえ。俺はただなはは。これはもう話を聞くとか。サスケ下がってな。ここは僕がやるよ。やめろ水月、争いに来たんじゃない。話して言葉が通じるようなやつじゃないよ。力ずくでつる。てめえから先に潰す。お前ら、俺の言葉が聞こえなかったのか。今の本気の殺意だったじゃん。なんなんだよ。どうしちゃったのあれ。衝動が収まって普通の性格に戻ったようだな。十五、俺はお前を連れ出しに来ただけだ。いやだ。外へ出たら俺は衝動を押す。安心しろ。俺がお前の檻になってやる。俺がお前を止めてやる。ダメだ。お前に何ができる。俺のこの衝動を止められるのは君丸だけだ。君丸は俺のために死んだ。もういない。お前のために死んだ。うちはサスケなのか。そうだ。お前が。もう一度言う。俺と一緒に来い。君丸はお前が自分に代わる器だと言っていた。生まれ変わりのような存在。いいだろう。君マロが命がけで守ったお前がどれほどの忍びか、それを見届けてやる。これで俺の思い描く正体のメンバーは。これから俺の目的を言う。俺の目的は暁の内派イタチを始末。そこでお前たちの力を借りたい。やっぱりね。今後俺たちは4人で動く。別にお前たちに仲良くしろとは言わないが、正体である以上協力は。これより我ら正体はヘビと名乗る。もちろんヘビの目的はただ一つ。内派イタチだ。